知人女性へのセクハラ疑惑が報じられた公明党の熊野聖志参議院議員が尾辻参院議長に辞職願いを提出し許可されました公明党によりますと熊野議員は体調不良を理由に先月から入院していてきのう面会した家族らに議員辞職の意向を示したということです石井幹事長は党所属議員が議員辞職に至ったことについて 党員、支持者、国民の皆様に改めて深くお詫びしますとコメントしました。